です。元日の天皇杯決勝で惜しくも敗れた J1 王者のサンフレッチェ広島、リーグ戦3連覇を目指し早くも始動しました。まずは昨日の決勝試合の様子からです。選手や球団スタッフ50人が訪れたのは練習グラウンドのある秋高田市、毛利元就ゆかりの菅神社です。選手会長の青山俊弘選手らが玉串を奉納、森保監督がサンフレッチェの名前にちなんだ3本の矢を受け取り J1 3連覇を誓いました。広島の皆さんにいい報告ができるように、みんなで笑顔でシーズンを終えられるようにしたいなという気持ちになりました。今シーズンは守護神西川選手が移籍しましたが、ベガルタ仙台のキーパー林選手が復帰するなど10人の選手が新しくチーム入りしています。まあ、競争がまた始まるので、まあ、そういった意味でも、楽しみな、戦いというのがあるので、チームがよりレベルアップしていくと思うので楽しみです。雨にもかかわらずこの日訪れたサポーターはおよそ300人、選手たちは決意を新たにしていました。この日新加入選手を含めて初めてみんなが集まったわけなんですが、森保監督もみんないい表情で指導日を迎えた、みんなのやる気のある顔を見て自分自身も今年にかける覚悟が生まれたと話していました。さあ、そのサンフレッチェはいよいよ今日から鹿児島でキャンプインです。11時半過ぎ、森保監督や選手たちは新幹線で鹿児島へ入りました。鹿児島キャンプは去年に続いて2度目、リーグ連覇を達成した縁起のいい場所です。まあ、3分の1は新しい選手なんで、しっかりコミュニケーション1週間ぐらい一緒に生活できるんで、まあ、トレーニングの部分もしっかりコンディション上げていきたいですし、1年間戦える体を作ります。しっかり、いや、本田圭佑って言われるんですけど、はい、意識してないんですけど全然、はい、まあ、それぐらい強いメンタルを持ってやりたいです。お名前は、はい、柏です。どんなキャンプでしたいですか。いや、もう体と心をシーズンに向けてしっかり作っていけたらと思います。鹿児島で待ってます。今年も1年頑張れるように、今からしっかりいい準備できるようにいいキャンプにしたいと思いますので、期待してください。一行は鹿児島市内から車でおよそ1時間の霧島市へ。そこで歓迎のセレモニーを受けました。去年はここでいいキャンプを行っていいシーズンに結びつけ、リーグ連覇ということにつなげることができました。今年もこの霧島で、いいキャンプを行い、また、シーズン終了には皆さんにご協力いただけるようにしたいというふうに思っています。サンフレッチェの一時キャンプは今日から来月3日まで8日間の日程で行われます。いよいよ始動したサンフレッチェ広島。